アメリシウムは原子番号95の元素。元素記号はアーム。アクチノイド元素の一つ。第三の超乱元素でもある。安定同位体は存在しない。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、六歩細密重点構造。比重は13.67で、融点は摂取995度、沸点は摂取2600度。 天性、遠性があり、気酸に溶ける。原子化はプラスにプラス6化。化学的性質はユーロピウムに類似する。発見された同位体の中で最も半減期が長いのはアメリシウム243の7370年である。元素名は周期表上でヨーロッパ大陸にちなんだユーロピウムの下に位置することからアメリカ大陸の名にちなんで付けられた。 アメリシウムは、おそらくそれ以前の各実験でも生成されていたが、それが最初に意図的に合成、単理されたのは、1944年の晩秋、カリフォルニア大学バークレー校で、グレンシーボーグ等によってのことだった。原子炉内のプルトニウム239に2個の中性子を当てると、プルトニウム241ができ、これがベータ崩壊して、アメリシウム241となる。 元素は科学的にシカゴ大学の夜勤研究所で同定された。ネプツニウム、プルトニウム、キュリウムに続いてアメリシウムが発見されたのは超ン元素として4番目だった。アメリシウムとキュリウムの発見はマンハッタ計画と密接に関連していたため、1945年になるまで機密情報だった。 最初に、それが公表されたのは1945年11月11日に、クレンシー・ボーグがアメリカの子供のためのラジオ番組、クイズ・キッズに出演した際、リスナーの一人に、戦争の間に、プルトニウムとネプツニウムの隣の新しい、超ウラン元素が見つかったと質問された時だったが、それはアメリカ科学会の会議で公式発表する5日前の出来事だった。 アメリシウムは剥離性がある銀白色をした放射性の金属で空気中に放置すると白く曇る。純粋なアメリシウムはネプツニウムやプルトニウムより輝いている。アメリシウム241から放出される α ルファ線は約5.4メブガンマ線のエネルギーは非常に低く低エネルギーガンマ線源として蛍光 X 線分析装置などに用いられる。 アメリシウムには3つの同素体があり、それぞれ6型細密重点構造、耐震立方合子、免震立方格子が安定である。生成量は核爆弾の種類により変わり、大気中への放出量は不明である。半減期が最も長いアメリシウム243でも、半減期は7370年のため、地球の形成時に存在していたアメリシウムは、今では全て崩壊している。 したがって、減存しているアメリシウムは、チェルノブイリ原子力発電所事故のような原子力事故現場や大気圏核実験のため1945年から1980年の間に使用された領域と核燃料再処理施設周辺に集中している。例えば、アメリカ合衆国最初の水素爆弾 i b 作戦マイク実験の核実験で、 使用された地点で回収された破片を分析したところ、高濃度のアメリシウムを含むワクチノイドが検出されたが、軍事機密のために検出の事実が公表されたのは1956年であった。アメリシウム241は煙感知器や厚さ系に利用される。アメリシウム242は中性子ラジオグラフティの中で使用される。しかしアメリシウムの合成は難しく、 強い放射能のため非常に効果である。ベリリウムとの混合物は中性資源となる。その他放射線源としての利用もある。科学的に分離生成した測定資料から放出されるアルファ線をシリコン半導体検出器で測定する。アメリシウムには安定同位体が存在せずすべてが放射性である。 アメリシウムには十八の同位体が確認されており、質量範囲はアメリシウム二百三十一からアメリシウム二百四十九までがある。発見された同位体の中で最も半減期が長いのはアメリシウム二百四十三の七千三百七十年である。他に四百三十二年の半減期を持つアメリシウム二百四十一、百四十一年のアメリシウム二百四十二。 が、比較的安定している。残りはすべてアメリシウム240の51時間よりも短い。さらにアメリシウムの同位体には8つの核異生体の同位体が存在している。ありがとうございます。